皆さんこんにちは、西岡明彦です。リーグ開幕戦にようこそ。解説は福西崇史さんです。今日の試合は楽しみですね。今日は鹿島アントラーズがセレッソ大阪と対戦します。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。いよいよ試合が始まります。鹿島アントラーズボールのキックオフです。上野、鹿島の攻撃です。これは見事に奪いました。柿谷陽一郎、ドリブルでボールを持ち出しています。守備への切り替えが早い。ここで止めます。危険な位置です。緊張感が増してきます。伊藤幸俊、金崎ムー、ここはアントラーズのコーナーキックです。これはある。コーナーキックはキーパーが簡単に抑えました。どうやらサイドをつけそうです。ここはしっかりクリアされました。いい形でゴール前まで持ってきました。秋谷陽一郎、中央にクロス。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。ヘッドから得点が生まれました。ええ、パワーがある選手ですね。コースも最高でした。別のアングルからご覧ください。監督も厳しい表情です。早く同点に追いつきたいでしょう。鈴木優真、伊藤幸俊、上野、ボールは再び足元へ戻されます。サイドへ展開していきます。中央にクロスが上がった。
杉本健勇。プレスを受けます。スルーパスが味方に通る。素晴らしいパス、いいプレスです。相手に思い通りのプレーをさせません。さあスタジアムのテンションが上がります。あっとこぼれた。中村敦隆、サイドからの攻撃へ向かいます。フォワードに低い位置で渡します。鈴木優真、金崎が突破を見せる。ブエノ、レオシルバ、中はどうだ。監督が悔しそうですね。選手が思い通りに動いてくれなかったようです。ソーザ、もったいない形でボールを渡してしまいました。ボールを運びゴールに襲いかかります。柿谷陽一郎、杉本健勇、ここは中央の選手にクロス。不審の旗が上がりました。オフサイド。三沢優斗、鈴木優真、山口蛍、田中裕介、危険な位置です。緊張感が増してきます。ゴールを脅かしたシーンのリプレイです。山口蛍、レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。残るは45分、後半戦キックオフです。マテイ・ヨニッチ、清武博、杉本健勇、土井翔真、鈴木優真、攻撃を組み立てられません。いい形でゴール前まで持ってきました。打ってきた。止めた。コーナーからゲームは再開です。コーナーから素晴らしいボールだ。いいヘディングでしたが惜しくも枠に飛びません。入っても不思議ではないシュートでした。残念でしたね。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。山口蛍、さあスタジアムのテンションが上がります。
金崎ムオフサイド、チャンスにはなりません。レオシルバ、アントラーズが攻める。このパスはカットされました。プレスを受ける。ここで奪われると後がありません。ミサオユート、鈴木優馬、いいカットです。ボールを奪いました。ひとまず前に出しました。杉本健雄、カウンターのチャンス、ここは決めたい。うまくカウンターを仕掛けましたが止められてしまいました。金崎ムー、ここはシュートチャンス、入るか。シュートコースがありませんでした。シュートだ。反応した。ボールを弾く。ゴールラインを割りました。ここは同点に追いつくチャンスです。コーナーキックを決められるでしょうか。コーナーからへ、ウエロ、ゴール決まりました。丁寧に打ちましたね。キーパーは触ってますね。もう少しでファインセーブでした。清武博士、マテイ・ヨニチ、山口穂太、ボールを運びゴールに襲いかかります。ペドロ・ジュニオ、ブエノ、ペドロ・ジュニオ、リードを奪いに行きましたが同点のままです。見事に追いつきましたね。ゴールシーンを映像でご覧ください。鹿島の攻撃です。柿谷陽一郎、見事な視野です。積極的に飛び出しました。ボールを確保。ミサオユート、うまく読んだインターセプト。中村敦孝、スローインとなります。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。山口穂太、柿谷陽一郎、同点ですがお互いにチャンスはそれなりに作っています。いい形でゴール前まで持ってきました。キーパーがクロスをパンチング、しっかりキープしています。いいクロスを入れたい。さあ味方も連動して動いてくる。勝ち越しゴール来るか。このシュートはどうしたでしょうか。もったいないシュートでしたね。力みすぎたようです。鹿島アントラーズが選手を交代します。
秋谷陽一郎。さあスタジアムのテンションが上がります。ハンドのようです。主審が近くで見ていましたね。全く互角の戦いでした。福西さん、接戦でしたね。そうですね。スコアもですが内容も拮抗したいい試合でした。